今回は品川観光大使シナモロールと大井エリアに来ています。最初に向かうのは品川花街道です。花街道へのアクセスは京急線立ち合い川駅から徒歩5分です。駅の改札を出たらまずは商店街を進んでいきます。すると左側に坂本龍馬の銅像が。立ち合い川は龍馬が青春時代を過ごした町と言われています。この像は当時の二十歳の頃の龍馬を再現しています。再び商店街を進んでいくと町並みは住宅街に変わっていきます。さらに進んでいくと運河沿いに到着します。左側の公園には龍馬にゆかりのある浜川砲台のレプリカが設置されています。そして公園の右側が花街道の入り口です。お散歩をする人、休憩をする人、多くの人でにぎわう品川花街道。街道沿いはたくさんのお花で埋め尽くされています。運河にお花畑を作ることを目標として地元の町会や商店街が中心となり、2002年から緑化プロジェクトとして始まりました。今では約2キロに及ぶ防潮堤に、春は菜の花、夏はひまわり、秋はコスモスなど季節ごとに様々なお花が楽しめます。さて、日も暮れてきました。続いて向かったのは JR 大井町駅東口改札を出てすぐにあるこちら、吾妻小路飲食店街です。昭和レトロな雰囲気で気軽に立ち寄れる飲食店がたくさんあります。人とすれ違うのがやっとなほどの細い道がより人情味のある雰囲気を感じさせてくれます。老舗洋食店やお寿司屋さん、居酒屋さんまで様々な飲食店が軒を連ねています。ボリューム満点で有名な洋食屋ブルドックさんにお邪魔しました。今回は品川区大井エリアのご紹介でした。お花と食を楽しめるエリアです。ぜひ遊びに来てください。